耳の周りにはたくさんのツボや老廃物が集まるリンパ節、血管もたくさんあるので、とにかく耳をほぐして回せば回すほど血行が良くなり、老廃物も流れて代謝もアップ、お顔がシュッと上がってすっきりするんです。だから朝起きて鏡を見てびっくり、お顔がどんよりでパンパン、今すぐどうにかしたい、そんな方におすすめなのがこの耳回し。耳を触ると凝り固まっていて痛いから触りたくない、そういう方もいらっしゃいます。硬いと痛いは老廃物が詰まっている証拠。そのままにしておくとパンパンのお顔が形状記憶されてしまいます。順番を気にせず適当に耳を触っているだけでも意外と効果ありです。お顔全体が下がっているときは両耳同時にケアして大丈夫。でも左右どちらかが下がってるな、たるんでるなと感じるときは先に気になる方からケアしてくださいね。上がっている方からケアするとどんどん左右差が出てきてしまいます。左右バランスを取りながらケアしてくださいね。この耳回しは何がいいって、いつでもどこでも簡単にできるのがいいんです。忙しくて時間のない方には特におすすめ。とにかく耳回しは即効性があるので、メイクの前でも仕事の合間でもテレビを見ながらでもお風呂の中でもながらケアできるんです。ながらケアで小顔になれるって最高ですよね。